幻灯器幻灯器の構造図幻灯器とは、ランプとレンズを使って、ガラスに描かれた画像を適当なマックに投影する、スライド映写機の原型に当たる機械、あるいはその後ろ身であるスライド映写機の古典的、故障である。ジョゼフ・ニーダムによれば、2世紀の中国で、すでに幻灯器が文献に現れているとされている。西洋では15世紀以前からランタンによって、イメージを、 拡大投影する装置が作り出されていたが、それに、レンズとスライドの機構を取り入れた、幻陶機の再発明には、イエズス会の新しいスキルヒャーと、オランダ人プロテスタントのクリスティアーン・ホイフェンスが、貢献したと言われている。17世紀半ばに登場したは、幻陶機は、ヨーロッパ各地に広がり、旅芸人や、修道士、学者、メガネショーなどによって、工業や不況、 公演などに使用された。1670年代には、イエズスカイシ・クローディオ・フィリッポ・グリマルディが、中国の皇帝の前で上映を行った記録がある。18世紀には、オランダの数学者、ピエール・ファン・ムッセンによって投影されるイメージを動かす、方法が考案され、スモークや恐怖を煽る音楽など、記述的な効果を組み合わせたファンタスマゴリアという章に発展した。ファンタスマゴリアは、 パリで大流行し、その模倣はヨーロッパ全域に広がった。イギリスでは、幻灯機を使った巡回上映が盛んとなった。スライドには特殊効果を施したものもあり、複数枚のスライドを重ねたり、一部を回転させたりといった手法が用いられた。子供に人気のあった有名なものとして、ザラッとスワローアがある。これはラットが列をなして眠っている。 男の口に飛び込んでいくという内容であった。ナポレオン戦争の頃には、イギリスの戦艦とフランスの戦艦が戦って、フランスの戦艦が沈むという愛国心を書き立てる内容のものが人気となった。写真の発明によって、スライドの制作や複製が安価に行えるようになり、画像のレパートリーも劇的に増えた。19世紀には、異国の風景やランドマークの映像を投影し、 ベン氏が解説するトラベローグというスライドショーが人気を集めた。最も有名なトラベローグの一つにアメリカで行われたバートンホームズのいった工業がある。また、一連の写真で著名人の成功炭や道徳炭を構成させて販売したものや、都市部では壁面空間をスクリーンとした屋外広告も行われるようになった。19世紀の幻冬期とスライドの市場は、 映画の発明とともに映画に移っていき、残された幻灯機やスライドは、構図化の収集の対象となっている。日本に幻灯機が知られるようになったのは18世紀と言われ、例えば1779年に刊行された手品の解説書、天狗2には、影絵鏡の名称で幻灯機が紹介されている。1803年には、幻灯機を使ったオランダトライの、 駅ン鏡という見せ物が行われ、それを見た都や都学が、写し絵という名で寄せに取り入れ、以来伝頭は寄せ芸として成立した。伝頭記は明治時代になって普及し、明治20年代には伝頭ブームも見られた。各地では伝頭会が開催されたほか、学校では視聴覚教材としても利用された。アルスマグナ、ルシスインブリー、インデッセムリーブロスダイジェスター。 クイバス・アドミランデイ、ルシツ・イン・ブリー・インムンド、アサネジ・カーチェリー、1646、エコー初集 A 大久保良井田・ショッシ C ・ d エフ・ジ・オークボ・リョー・イダ、メディア・技術ュデジタル社会の系譜と行方改訂版、第1冊北樹出版 2017pp、31から33、40から45、教材として活用しうる、民族資料源闘機横須賀市教育研究所、 幻冬機相馬デジタルミュージアム、ありがとうございます。